ち30分一本勝負を行います。青コーナー350ポンドベイダー、赤コーナー木槌がゴングの眠りを覚ましました。放送席ジャイアント馬場さんです。両雄の表情をご覧になりまして、どういう正直なところをお感じになりますか？これはもう見るしかないんじゃないですかね。そうですか。投げていきます。攻撃です。打っていきます。グラウンドに持っていきます。ロープに逃れます。休みたくありません。馬場さん、ファンの声援っていうのはレスラーの精神的な部分に働きかけるってことあるんでしょうか？そうですね、それは力が出ますよ。そうですか。抱えた。こうやってね、後ろに投げた時にね、ちゃんと踏みを取ってます。はい、やはりね、レスラーの基本は受けですからね。ええ。あっと、自爆。カウントがあります。ハンマーを振り下ろします。ブラインドメイヤー抱えます。他の団体はやることから覚えるが、うちはやられることから覚えるんです、と馬場選手は語ります。この辺りに全日本プロレスの秘密が隠されているような気がします。あっと、そのまま投げつけます。コーナーに登って、あっと、パンチです。返していきます。キックを打っていきます。膝を使います。ニーを突き上げます。すごい形相で締め上げていきます。こらえます。打ち込みます。絞り上げます。打っていきます。ショルダータックル。逆に返した。そのまま全体重を預けます。あっと、丸めていった。カウントは2つ。鈍い音がする。馬場さん、もうなりふり構わない。そうですね。
打ち込む。ハンマー落としていく。惜しい、本当に惜しい。DDT。 相手が神戸を垂らす。ハンマー落としていく。そのまま叩きつけていった。ロープに飛ばした。ラリアット。どうか。ツーカウント、ツーカウント。後ろに投げていった。トップロープを狙う。あっと、そのまま倒していった。小股に挟んだ。パワーボム。惜しい、本当に惜しい。返していった。あっと、キャッチした。ロープに振った。あっと、ラリアット。あっと、そのまま落としていった。固めていった。カウント3、カウント3入りました。